ブルボベツブルボベツブルボベツは、クロアチア、ザグレブ軍の都市及び、基礎自治体である。二千一年の国勢調査による人口は、ブルボベツ市街が四千八百六十二人で、基礎自治体全体では一万四千六百五十八人を、数えそのうち九十七点三六パーセントを、クロアチア人が占める。ブルボベツが最初に言及されたのは千二百四十四年四月二十一日の、 教会文書で、今日では、ザグレブの大使教皇文書館に保管されている。文書はベーラ4世が発行した、総督に与えた法治の権利確認に関する、ものであった。15世紀の記録では、ブルボベツは公益の中心として、常設の死が置かれている。16世紀から17世紀にかけてこの地は、ズリンスキ家によって治められており、 1612年に、後のクロアチアのワンとなるペタルズリンスキが生誕した。今日、ブルボベツの主要な産業は、生肉や肉製品の生産、レンガ、機械関連工業などである。最大の雇用者は、食肉加工の PIK バーボービッツで1500人を雇用している。ブルボベツは、ザグレブの北東に位置し、 高速道路 A4 号線や B28 号線で 32km 離れた場所にあり、旧道経由では 40km ほどの距離となる。鉄道はザグリブ・コプリブニツァ・ハンガリー方面を結ぶ路線が経由する。ありがとうございます。